はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら N 版ファンターボセンシングです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんの中古車販売ということで、早速見ていきましょう。ホンダ N 版ファンターボセンシングということで、こちらの車162万7000円ですね、税込み。初年度登録は令和元年の10月で、走行距離が 43,565 キロ走っておりますね。なんかね、ちょっといろいろカスタムパーツがついてますよね。ほら、こんなとこエンブレムついてたんですね。 N 版なんかかっこいいっすよね。この丸目が可愛いですよね。この中がブラックアウトされて、 LED のね、あのサークル状のヘッドライトがすごいかっこいいですよね。かっこいい、かわいい、なんかこう上がねパツッと切れててね、いやなんかいいんじゃないですか。ほら、この色いいな。なんかカーキっぽいね、なんかグリーンっぽいね。これ何色っていうのやったかな。ちょっと若干ね、軍隊っぽいデザインですよね。あー、横もなんかいろいろ、これちょっとステッカーですけど、あの木目のシートが貼ってありますね。お、ここに小さく N 版と入っております。やっぱね、あの N 版は普通の N ボックスと違って、この天井の部分結構背が高いですよね。これぐらい高いの。この扉のところも、この結構ほらプレスラインがボコボコして、働く男の車っていう感じがする。これジョブタイヤがついてますね。ホイールキャップもちょっとクラシックな感じでかっこいいよね。で、これあのスペアタイヤがこの後ろのね、このほら下についてます。最近の車ってね、あのスペアタイヤついてないんですけど、これはまあバンということで、あのタイヤが1個この下にペコッとついてます。ただね、あの取り外し結構難しいので、そちらの動画はこの i ボタンのところに貼ってますので、もし N 版あのこれから乗ろうと思う方はぜひとも見てください。いやー、これ後ろから見てもかなり四角いわ。結構縦長やな。こんな縦長やったかなっていうぐらい縦長。これ横にパターンって倒れそう。あ、普通のね N ボックスとだいぶ違いますよね。テールランプ好き。ここにライトついてるんですけど、これここ LED です。ここ LED なのにここ豆球みたいな。この差は何みたいな。あ、なんかリアカメラがちゃんとついてますよね。粗めに使いこなしても大丈夫っていう感じ。シガーソケットね、後ろついてます。これいいよね。パーツが結構追加されてるぞ。ほら、ここにこの板とか乗せるんですかね。なんか釣り竿とかいろいろ、なんか自分なりにいろいろできそうですね。やっぱあの棚とかね、あのいろいろ自分で工夫してつけれますので、いや、これはすごいやっぱ楽しい車だなと思います。ではね、内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔します。おー、内装の方はね、こんな感じです。なんか結構木目パネルが追加されてる。なんか高級感出とる。あ、結構いろいろなんかパーツがついてますね。なんか肘掛けもちゃうぞ。ほら、パカッと開く。あ、なんか小物入れがついてますね。ちゃんとね、あの肘掛けとかクッションがあります。まあ N 版はね、やっぱ助手席とかがね、どうしてもこうシートがねペッタンペッタンなんですよ。ペッタンペッタン、ほら薄い薄い。その代わりね、これどうなるかっていうと、ほらすごないこれ。助手席こんなにフラットになるんですよね。で、このヘッドレストだけね、どうしても外さないとダメなんですが、ここに入るようになってます。ここね、ほら、蓋が入ってるのが憎いよね。うん、っていうかね、これちょっと見てください。ほら、すごないこの開口、大開口。あのかなりのね、長物をそのまま入れれますね。あの脚立、長めの脚立とかね、前から横から入れれます。扉もね、ほら見てください、ほぼこれほぼ90度ぐらい開きます。
ほら見てこれ、何メーターあんのこれ、本当に結構長い。これもう脚立とか下手したらこれバイクとか確か入れてる人いましたよね。縦長で余裕で入ります。余裕腹筋もできる。いや、やっぱ N 版ってね、かなり遊べそうな予感がしますね。今ね、結構キャンプとかすごい流行ってますよね。ぜひともね、この車買ってね、荷物積みまくって、車中泊とかね、できますから、そういう楽しみ方してる方も最近は多いみたいですね。で、そうそう。こんだけね、こんだけ、要は、屋根が高いわけですよ。よっこら、小一。実際乗らないとこの開放感伝わらないと思うんですけど、すごいやっぱ天井が高いわ。手のひら1枚ぐらいね、やっぱ天井が高いってなるとかなりできそうなことが増えますよね。あ、すごい、この上にほら、ちょっと暗くて見づらいんですけど、ここ荷物棚あります。伝票とかね、紙類ざっと入れれそうな感じです。で、こういうね、細やかな、ここ荷物とか積んじゃうと、向こうアクセルね、ブレーキとかアクセルに、物が転がっていって挟まっちゃったりしたらダメなので、こういうね、仕切りがちゃんと備わっております。いや、しかし、ペラペラやな。乗った感じ、こんな感じです。まあ、ペラペラですけど、乗れんことねえなっていう感じですね。まあ、でもこの運転席側は、結構ね、しっかりしたシートなんですよね。これね、だいぶ違うわな。なんか幅も違うわ。はい、いかがでしたかね。人気の N 版。結構ね、パーツがいろいろついてよかったですよね。こちらね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。中古車販売です。税込み162万7千円ですね。走行距離が4万3千キロ走っております。詳しくはね、下の概要欄に貼ってますので、皆さんね、参考にチェックしてみてくださいね。ついでにね、私のチャンネルも登録していただいたらありがたき幸せでございまする。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は N 版の中古車販売でした。じゃあね、バーイ。